それさん、今まで一番お金が良かった仕事ってどれぐらい？あ、金額、はい、ちょっと細かく覚えてないんだけど、撮影する仕事みたいなのだと多分いくらかな、演出も撮影もして700とか800とか万ぐらいのやつがあったと思います。それとあと写真の売買はもっと金額が多いんですけれども、あのギャラリーが間に入っているのでいくらぐらいになるんだろう、500万ぐらいとかっていうふうな金額になりますね。あのお金に変わるところはやっぱり跳躍がすごくあるから、それまではただの作品といえばおかしいんですけど、うちで書いてる時これがいくらだっていうことはないかったり、撮ってる時もこれがいくらだっていうことはないです。で後にそれが、まあ、何年か後に何十年でもいいんですけど、その高額で、高額なで相手のところに行く時には多分その何でもないとこからその値段がついて移動するとこまではものすごい跳躍がやっぱあるので、その作品に、それなんで、それはいいことだと俺は思ってます。その跳躍ってすごいエネルギーなんで、すごくいいんじゃないかなと思いますね。逆に低いのはゼロとか、なんでただで仕事をするときはある、どういう時かみたいな話とかが、あれただの場合はただより高いものはないっていうぐらいなもんで、はい、すごく意味があるので、ちょっと金額を超えるものですね。ただは例えばヨーロッパの雑誌、ね、あの一律タダなんですけれども、ギャランティーが、それはまた違う報酬がありますね。そのキャリアになり、ネームバリューになり、それをやることによって世界中のそのプレスの、例えば洋服の仕事の場合、洋服の雑誌、ファッションの雑誌をヨーロッパでやると、ほとんどのプレス、世界中のプレスの方がそれを見るということが起こるので、それはちょっとあのギャランティーに換算できないですね。ものすごい高いギャランティーとも言えるんじゃないかと思います。ただより高いものはないとはよく言ったものだなと思いますね。だけどその誰でもできるわけじゃない仕事なので、かなり運も必要だし、何か分からないところでコネクションが動いてたり、まあ、運のようなものが動いてたり、それなりのキャリアが必要だったり、年齢も必要かもしれないですね。